その通り道で国賀村田の農人さんの家で、うん、って時にわー浮かぶわ話浮かんでくるわって、うんうんうん、あここか、うん、すげえなんか本の世界に入り込んじゃったみたいな、うん、実際ね芝居はしててやってたけど、本間さんいたら面白かったのにね。いそうなんですよ、うん、そうそうなんですよ、ね、でね、コンパイっつってね、いるでしょいるでしょっつっていそうだったもんね。いそうでした ね、 ね、素晴らしい作品ですよ、本当に。まあもう、なんかまあ今日はそういうわけで、まあお墓参りをね、はい、済ませたというところでご報告をしてきたということですよね、はいはい、まあまたその後の話はちょっと、後ほどということで、ちょっとお料理も、はい、来てますので、はい、待ってました。ちょっと八丈島のこの、はい、まあ、名産と言われているお料理を、ね、はい、ちょっといただきながらお待たせしましょう。お待たせしました。くさやになります。くさやどうぞ。八丈島くさやです。これがくさや、これが噂の、これが噂の、どうですか。おお、魚の匂いとくさや汁のあのあって反応した。あれでも全然想像よりも全然いや結構くさやですね。結構、うん、結構な、うんうん、あのやっぱり漬け込んでる匂いがありますね。発酵させてるんですよ、ね、そういう臭いの発酵の汁に漬け込んでるんですけど、それで、ね、あ、まあ臭いはなんか、うん、まあ野生にあふれる、まあ、野生にあふれる香りしますね、はい、ちょっと他の料理も、はい、食べながら、そうですね、はい、じゃあちょっとごめんなさい、ね、視聴者の皆さんに、ね、はい、いただきたいと思います。まず、あ、これが有名な明日花の天ぷら。明日花の天ぷらでしたね。山菜大好き、ね、大好きなんだ。あれですよね、長生きの秘訣の。山菜大好き、ね、大好きなんだ。あれですよね、長生きの秘訣の。どうするでしょうか。はい、はい、行きましょう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 。まあでも舞台やってる時ってこう体力消耗するじゃないか、はい、今回の作品なんか特に。だからね、こうもう終わったのでちょっとしっかり食べて、うん、そうですね、しっかり栄養補給をね、はい、してもらいたいなと思って、はい、いただきます。うんうん、どうですか。明日場ってなんかもう割となんて言うんだろう、後味とかもうさっぱりはしてるんですけど、うん、独特のその、うんうんうん、明日場特有口の中から鼻を通るように抜けていく感じが、うんうん、素敵だなって思いますね。そう、あのえぐみとかないからいいよね、うん、苦みがあったりとか、そうだね、こういう山菜系ってちょっと苦みとか癖があるんですけど、うん、明日すっごい食べやすいから、食べやすい、うん、ちょっと素直ですよね。素直だね。素直ね、うん、これなんかいくらでもいけちゃうんです。軽いんですよ。軽いね、うん、爽快、うん、香りが、いや美味しい、美味しいですよね、うん、茎までうまいですからね、まあ、うん、まあこんな明日場ありますね。はい、明日場おすすめです。お刺身ですね。これね、はい。これが八丈島海のど真ん中なので、そうですね、もう新鮮なお魚が本当に取れるわけですよ。はい、で中でもこう何でしょう、 この、まあ、こっちでしか食べれないような独特なものもあるんですけど、なんだっけ、カンパチと。ムロアジのたたきと赤サバです。赤サバ、オナガダイ、もう一個なんだっけね。シマアジ。シマアジ。あ、シマアジか。シマアジは、あ、シマアジ。シマアジ。とですよ。はい。ちょっと。いただきましょうか。いただきましょう。いただきましょう。普段魚食べます？食べますよ。食べますね。食べるようになりましたね。ああ、そうなんだ。刺身大好き。じゃあ刺身いってください。いいですか。じゃあちょっと僕はこのオナガダイちょっと気になってたんで、白いの。すみません、いただきます。みんな行ってください。行きましょう、行きましょう。なんか、もうなんか、俺、シマアジ。シマアジ。俺もシマアジ、もう。
いなぁ。どうサムちゃん。シマージ美味しいですね。美味しい。すげえ滑らかですね。おお。舌触りが。すごい。なかった。あの画面の。女優で言うと。女優で言うと。新垣梨沙さんいい香りなのかいい香りで、あの、うん、刺身を女優で食べる超変態性やめた方がいいと思うよあんまキャラじゃないよ、そういうの。まだ違いましたね今ちょっと僕、お腹代のこれいただいたんですけど、はい、割とこれ淡白なのかなと思ったんですけど、まあ、淡白の中にものすごい脂身があるから甘みもあって、広がってなんて言っても鮮度がいい、歯ごたえプリプリですよ、ね、白身かなと思ったら結構脂が、そうなんですよ。ちょっとすごいな。こういう感じで、うん、そう新鮮に取ってんですよね、うん、この刺身のこの切り身が少ないですか。熱いですよ、うん、ね、ならではですが、プリプリ、うん、うまいっすよね。うまい、うん、うまい、まだいけますよね。お酒に合う、うんうん、これ止まんないね、これ。いやこれ本当、うん、こう食べて放送で、うん、みんなが言ったんだからね。そう、こういうの見たいって言ったの、うんうんうん、だって食べるみたいな感じのね、みんなのコメントでいただいたから、うん、だけど最近食べるグルメ番組も流行ってますからね、うんうんうん、食べてそういうずっと、うん、でもその美味しさ伝えましょうよ。伝えましょう。どうやったら伝わるかな。八丈島に来たら、うん、やっぱり明日バトン魚料理絶対食った方がいいと思う。いや間違いない。魚ってやっぱすごいっすね、うん、あのやっぱここら辺近海で取れてるからだと思うんだけど、うん、地元のスーパーとかで買ったのと全然違うでしょ、うん、違います。まったりして濃厚な、全体的にフレッシュなんですよね。じゃあこの美味しさはやっぱ八丈島に来ないとわからないですね。いやー、ですね、そんな料理を提供してくれるのが涼山パクさん。はい、涼山パクさん。ありがたい、ありがたい。本当ならちょっとテロップ出したいです、ね。ね、もうちょっとテロップテロップここに涼山パクさんみたいな。八丈島で見てる人いんのかな。その可能性もありますよね。ね、もしかしたら涼山パクさんで調べていただけると、あのお食事のご予約の方も取れるかもしれないですね。そうですね。このアメスタを見たって言ってくれた方には、うん、もう普段と変わらぬ手厚いサービスを受けられるっていうね。普段と全く変わらぬ手厚いサービスを、しておりますんで。ってことはもう最初から完璧だっていうことなんですよ。そうなんですよ。命どころがないんですよ。さあさあ、今ですね、はいはいはい、誰か来ました。幻の城の誰だ、はいはい、あの役者からですね、はい、はい、来てますよ、LINE でメッセージが。リョウ、これは田中リョウ、うん、リョウってのアクションやって、はい、もう階段落ちとか階段落ちとかあったんですね。あとあの地上丸の船のところでこう戦ってね、こうなんていうの、飛びながら回って、ね、こうあのなんか狩り詰めで、うん、真田正幸もね、そうそう、真田正幸もやったり、大官、あと大官でもやったりとか、一、うん、人何役、うん、ね、第一弾では真田幸村もやってますね。やってましたね。やってました、やってました、うん、刺身食いてーって来てますよ。あ、刺身食いたい、あ、待ってます。待ってます。待ってます。間に合うかもしれないので。嬉しいけど、今日届いてますよ。あのだってみんなの気持ちを乗せてやっぱり我々も来てますし、そう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 、あのお墓参りした時にあのキャスト、全キャストスタッフ、うん、あとはそのあのご来場いただいたお客様の、ね、その思いがやっぱりあるから。うん、やっぱその挨拶も兼ねてるっていうのは ね、 ね、もちろんあるから、キャストね、34人、うん、ね、はい、そのまあ代表として来てるというね、はい、そうですし、うん、だってスタッフまで入れたらやっぱり百何十人が初代じゃないですか。そうですね、やっぱその分味わわないといけないですね。じゃあ味わって味わいましょう。味わいましょう。ケイ君、え、臭いチーズがありますよ。あ、そう、これも八丈島。これもね、サメちゃんちょっと見せてあげて。はい、これ臭いチーズなんですけども、うちの、はい、うちの細貝系が大好物なんです、これ。チーズが大好きですよ。チーズは大好きですよ。細貝系、臭いチーズが大好き。はい。
どうぞどうぞ。あなたのためにこんなにご用意させていただきました。うん、どうぞ。いいんですか。はい。感動の涙が。そんな。一気に食べちゃダメだよ。はい、そうですよね。やっぱね、食いしめないとね。そうそうそう。これちょっと割ろうかな。割ろうかな。うん。先入観が強すぎるんです。そうです。ちなみにこれ生放送ですよね。これ生放送です。いろいろ気をつけます。はい。あ、醤油とかつけたら。ちょっとね。ああ、でもね、うん、合うよ。チーズ。魚が入ってるから。なるほど。臭いがね。臭いの。え？マジマジだよ。マジマジかマジか。いただきます。ひそひそそこに言ってる。どう？味はどうでしょう？味は。グーが出ました。グーが出ました。美味しい。グーが出ましたね。美味しい。はい。どうしたの？どうしたのかな。いや美味しいわ。最高。いや。どう？なんで水飲む？なんで水飲むの？本当に美味しいもんなんですけどね。美味しいんですよ。本当にこれほら、ソメちゃん普通に一個いける丸々いってる。濃厚でね、魚の味と相まってね。好きです、好きです。全然できます、全然できます。本当に美味しい。本当に美味しい。歯ごたえ。全然うまいです。あ、うまいですか。あれやってみます？食わず嫌い。これでやってみたら。やってみます。はい。いや、ちゃんとチーズと混ざるとすごい。でもその単体はね、やっぱ香りはするよ。でもすごい美味しいよ。美味しい、美味しいですよ。こういうリゾットがあったらうまそうですけどね。あ、うまいね。なんかイタリアン。ハイボールください。いけるんですね、チーズでね。どうですか、美味しいですよ。もう一個食べる？もう大丈夫？いや、もうね、やっぱりね、僕八王子の草屋って有名ですか。お土産でも買っていけるので、明日帰るときね、買ってったらいいと思います。いやもう喜ぶな。もうおけいちゃんはこの作ってる会社ごと買い取る。使ったんだ。何に使った？あ、何でしたっけね、こう、寒天で寒天にして、こう加工。もう見た目完全に羊羹ですからね。栗羊羹ですよ。